栃木市営バス市街地循環線栃木市営バス市街地北部循環線栃木市営バス、金崎線栃木市営バス、岩船線栃木市営バスとは栃木県栃木市が運営するコミュニティバスである。愛称はふれあいバス。バスの運行は倉野町観光バス、関東自動車、富士観光バス、THS が行っている。 関東自動車の一般路線バスが廃止されるにあたり、廃止代替バスとして2004年10月1日に運行を開始した。2011年10月1日からはさらに路線が、笛部屋線が、2012年4月1日からは、マナコ線、金崎線、大宮国府線、港川日野口線、藤岡線が加わった。運行委託関東自動車かつて、関東自動車が、 自社運行していた路線の代替路線。星野大武山入口バス停には、鹿沼市が長野地区を運行している予約バス停受便も発着している。もともとは関東自動車の一般路線バスとして、長野大畑星野栃木駅間の当時運行だった頃の名残で、一部の便は相互の乗り換えも考慮されている。星野遺南が、 市営バス化されるまで、長野、星野間は、阿波野町営バス、星野栃木駅間は、関東自動車が運行という形態が続いていた。運行委託から蔵の町観光バス運行委託から、蔵の町観光バス運行委託から蔵の、町観光バス運行委託関東自動車、運行委託富士観光バス運行委託から蔵の、 町観光バス運行委託関東自動車運行委託 t HS 運行委託 t HS2021 年3月20日から2021年3月19日までありがとうございます。